さあ皆さんこんにちは、スノーボーダーの青木玲です。本日皆様にお届けしたい動画の内容はじゃじゃーん、SP バインディングのマウンテンっていうモデルになります。 SP バインディング、ハイバックが後ろ側に倒れて後ろから足入れてカチャっていう風にリアエントリー、ハイバックから押さえつけるっていう構造のが SP バインディング。その中でモデル名がマウンテンっていうのがとこのアンクルストラップの真ん中が一番太くなっていて、両サイドに向けて細くなると。アンクルストラップって足首の可動を考えて真ん中が細くて両サイド太くなるとかっていうふうに、この辺の形作りをいろいろなパターンを組むことがほとんどでございます。でこの SP バインディングもこのマウンテンっていうバインディングと、同じぐらい人気がある、ピュアピュア、とあと S ラブ1、はい、この辺は、ベースプレートとハイバックの構造を使ってるものとかは一緒なんですけども、アンクルストラップ、トゥーストラップがそれぞれ3種類違うよというシリーズとなります。その中でもアンクルストラップが一番幅広くてがっしり押さえてくれるマウンティンっていうシリーズを、僕がすごい頑張ってカービングするときに乗る VL57 っていう太い板につけて詰めてみたいと思います。行ってみましょう。なんか足首周りがバインディング自体がものすごく柔軟性を持っているので、足元での微調整とかちょっと足元でグッて踏み込むとその力が全部板エッジに伝わる感じで、しっかりと自分で足を使っていける、ボードを使いに行く足元の操作感っていうものを重視すると非常に面白い体の動き、板の動かし方が作れるなという感じです。普段僕はアトラスとかアトラスプロなのでもっともっとガチッとする感じなんだけど、少し柔軟性をやっぱり SP バインディングは感じます。さあこれがですね、 SP バインディングのバインディングなんですけども、後ろ足、ごめんなさい、後ろ側からハイバック側から足入れてハイバック起こしてこれでロックするで、まあ、この辺もバチンというふうに止めるっていう構造になるんですね。でここのハイバックがこの黒いワイヤーで、この黒いワイヤーで起きた状態をロックするっていう感じなので、ハイバック側にグッて力を入れるとこのワイヤーが少し柔軟性がある分、多少ハイバックのこう動きっていうのがあった後に板が反応するっていう、足元周りの柔軟性っていうものを結構重視したのがこの SP バインディングっていうシリーズになります。でアンクルストラップもここ尖がってるので足首がガッチガチになるかなと思って滑ってみたんですけど、実はこれそんなことなくって、よく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 見るとここで点々点々って切り替えになってるんですよ、ちょっと素材が。でこっちの下の部分と上の部分はこうやってやった時に結構柔軟性が出て、真ん中のこのレザーっぽいところはあんまり動かないっていう感じなので、この角をね、嫌な感じが全然しなかったんですよね、要は曲げていけばグニャーって曲がるよっていうところで、曲げていく時にでも先端が当たってくれるので、あ、ここに乗っかっていけば大丈夫だよねっていう風にアンクルストラップにうまく頼っていくっていう、指針みたいな感じはすごく使いやすいなと思います。
ですね。だからこうターンのきっかけになるポイントがそこにいるみたいな感覚ですかね。それを今俺言おうと思ったんだごめんなさい。まさにその通りです。ターンのきっかけになるポイントがここにある。先言っちゃった。本当その通りです。さすがです。いやもうまさにそういう感じなんで、足首周りの柔軟性みたいなことを考えると、いい意味で体をボードの上でいろんなスタイルみたいな乗り方をするときにボードに極端に反応よく伝わり、過ぎないので、ポジションをしっかり取ってからボードに働きかけるみたいなのはすごくやりやすくなるんじゃないかなと思います。で、滑ってみてこのバインディングどういう風に乗るといいかな、どうやって乗るといいかなと思って、後半なんとなくあこれがいいんだっていう風に思いついたのが、普段僕使ってるアトラスに比べるとこのセッティングの設置してる部分のこのつなぎ目が多少柔軟性があるので、体を置いたの上でグーンって動かしたりするっていうことがちょっとこういつもに比べるとやりづらい、少し苦手になるんだなっていう感じがしました。だからボードの上で体を置いときながら、これがあんまり極端に上にも下にも前にも後ろにも横にもターンするから、それはもちろん最低限動くけど、その中の最低限の中で居続けてあげると、このつなぎ目の柔軟性っていう繊細な部分でうまく調整していけるので、こういった乗り方が適していくんじゃないかなと思った次第です。そうするとこの繊細な足元の使い方っていうものがものすごくやりやすい、コントロールしやすいバインディングなので、圧接バーンのカービングから雪深くなった圧接された柔らかいフラットでのカービングって結構あったりするじゃないですかね、あとは本当に雪詰まったよっていう、こうパウダーでのカービング、そして4月に入って午後のザクザクの雪なんかでも足元のこの繊細な操作っていうものをずっと気にしながら滑れるバインなので、あまり体の大きなアクションというよりはこういう細かい部分をうまく使って滑ってあげるといいんじゃないかなと思った次第です。なんか僕もレイさんの滑り見てて、はい、こう常に流動的、はい、流動的な動きの中で繊細なコントロールをしてるなっていうようなイメージが取ってる中で感じました、うん、はい、そんな風に見えたんですか。見ました。いいとこ見てますね。すごく滑らかな動きを、はい、していただいてたなと思います。普段僕の滑りをよくしてる若君が今日も撮ってくれてて、はい、あレイさんそんな感じだなっていう風にいつもと違うところのフィーリングを感じてくれてて、はい、僕は滑り方として感じてて、それ話だったらなんか同じ話で、なんでそれの理由がこれなんだろうなっていう感じでございますので、ぜひぜひある意味ね、滑らかに乗ってられるからガツガツいかない分、筋力的な負担とか疲れるみたいなのはちょっとこう軽減するかもしれないなと思いました。いいバランスでいろんな雪質楽しみましょうという感じで、今回 SP バインディングのマウンテン紹介させていただきました。よろしいですか、和君。はい、ありがとうございます。はい、それではまた、はい、スノーボーダーの青木玲でした。ツインタースの和歌でした。